ということで、ファーマーズマーケット与那原の上がり浜市場で買ってきました。いやー、いとこに会えて、いとこがこれ美味しいよって言うので、ドラゴンフルーツが挟まってる警備員焼き、沖縄バイアリース、南国マンゴー、イエーイ。ちょっとお腹も空いていたので、おにぎりを2つ買いました。1つがこちら、爆弾おにぎり、中身は鮭でございます。と、大好きな大好きな大好きなこのポーク卵のおにぎりも買っちゃいました。油味噌でございます。全部食べれるかな。わ、すごいどっしりしてる。このケビ焼き2個入り買ったけど大丈夫かな。なんかドラゴンフルーツとあんこが入っているようでございます。いただきます。うん、おにぎり、大判焼きなんだけど、わー、このドラゴンフルーツとあんこがむちゃくちゃうまい。あ、これ美味しいわ。やばい。このドラゴンフルーツのところお餅になってる。好きな味。なんかこういう地元のところ、地元のスーパーとかやっぱいいですね。とても、わあ、わあ、好き。先にデザートから行っちゃった。おにぎりじゃなくて、でもさ、まず食べたいものから食べないとね、こういうので。ほんとにうまっ。続きまして、こちらの爆弾おにぎり、創業100年の西南、何て読むんだろうこれ、南門省かまぼこ屋の爆弾おにぎりでございます。爆弾おにぎりは漁師町として知られる沖縄県南部糸満市の漁師が船上で手軽に食べられる食事をと考案したのがルーツだそうでございます。どういうことなんだろう。いただきます。卵でくるまれてるのがすごい。でも卵に人参入ってる。わかる、人参だ。え、おいしい。うまっ。かまぼこだ、かまぼこだ、巻かれてるのこれ。卵じゃない、かまぼこだわ。本当はかまぼこ屋さんだもんね。おにぎり入り揚げかまぼこでした。え、おいしい。これやられた。受付終了してた。やらかしてしまった。最終入場4時だった。しょんぼり小入道見たかった。試合閉会式まで見てたらそうなった。来たぞっていう写真だけ撮っていくわ。
かわいい。もちい島バナナいただきます。すんごいもちいしてる。うまっ。もっちり、もちもっちり。素晴らしいわ、これ。マジ素晴らしいです。このテラスやばいね。カップルで来るのも、なんか女子たちで来るのもいいと思う。一人で来ちゃった。ここが滑走路だから、それが滑走路なので飛行機の発着が見れるの、すごい。ここダッシュで車返して空港行